エノルベル・マルケス・ラミレスは、キューバ・サンティアーゴ・デ・クーバ州パルマソリアーノ出身の野球選手。左投げ左打ち。現在はドイツ、野球、ブンデスリーガのハイデンハイム・ハイデケフヘに所属。2000から2001シーズンから2002から2003シーズンまで、セリエナシオナルでベースボールのアビスパスデ・サンティアーゴ・デ・クーバに所属していた。2004年に、 ドイツへ移住し、同年に、ブンデスリーガのゾーリンゲンアリゲーターズに入団した。2007年にはブンデスリーガで、防御率1.2160奪三振、7勝の成績を残している。2008年5月25日に、タイボンキャピタルズ戦で完全試合を達成した。2010年1月に、同じキューバ出身のライデルチャペリが在籍する。 ヨーロッパ最高峰のイタリアンベースボールリーグのリミニベースボールクラブへ移籍。その際にネットゥーノベースボールクラブとの二重契約問題を引き起こした。ドイツ人の妻を持ち、ドイツに帰化。ドイツ国籍を取得し、ドイツ代表として数多くの国際大会に出場している。2007年第30回ヨーロッパ野球選手権大会代表に選出。 同年開催の第37回 i ブ f ワールドカップ代表に選出。2008年北京オリンピック野球世界最終予選代表に選出。2009年第1回ワールドベースボールチャレンジ代表に選出。同年開催の第38回 i ブ f ワールドカップ代表に選出。2010年第31回ヨーロッパ野球選手権大会。 代表に選出。2012年第32回ヨーロッパ野球選手権大会代表に選出。また第3回 WBC ドイツ代表にも選出され、2012年9月23日に行われた WBC 予選のイギリス戦では7回を投げて8、脱三振、1失点の高騰でドイツの本戦進出決定戦への進出に貢献した。 2014年第33回ヨーロッパ野球選手権大会代表に選出。2016年第4回 WBC ドイツ代表に選出。ありがとうございます。